ん、こんにちは。日本クラブの水岡博史です。今回も日本アーティストクラブにお客様が来られました、大阪の門真の大和田駅から近くにある満月クラブ、カラオケとダンスのお店ですけども、そちらの方でアーティストもされているひろみさんです。こんにちは、ひろみです。はい、どうも久しぶりです。その節ありがとうございました。まあ、メルパルクホールでもねお会いしましたけど、まあ、歌手活動もやりながらひろみさんいろんなことやってますよね。はい、でなんか会社の社歌も作られて作詞もされるんですね。今回は、はい、あの香りのか会社の社長に出会いまして、はい、で私がとっても香りが好きで、はい、いい匂いが好きですので、はい、あのその社長様のモットーとか、はい、あのキャッチフレーズをいろいろお聞きしまして、はいはい、ぜひ詩に書かせてくださいということで、あのその曲をつけていただきまして、はい、お持ちしましたら、で実際に CD になって、はい、そうなんですよ。コマーシャルラジオとかテレビで放送していただけるようにと思って、はい、そういう詩を書いてみたんですけども、その会社の社歌になりました。はい、まあ、お店もやりながら、メルパルクホールとかいろんなところで歌詞もしながら、はい、作詞活動もされているひろみさんですけど、やはりその香りに乾杯ですからね、はい、CD もね社歌用に作られて、うん、CD から香りが出てきそうな感じですけど、それ出てこないですか？そういう風な作ったら売れるかもしれません ね。そんなことあれへんで、で、まあ、はい、まあ、でもね、お元気で、はい、あのまあ、5月ね、やっぱりいろんなこともありましたけど、はい、今年はコロナがね、あの本当に蔓延してしまってね、お店も大変だったでしょ。そうですね、はい、まあ、これからね、うん、あの、なんか抱負があれば、一言、はい、はい、本当にあのカラオケという言葉が、あのニュースでね、あの言われたり、はい、ちょっとあのダメージがありましたけども、本当に歌を歌うという発声とか、はい、あのそういう詩に対してね、はい、とか楽器、音楽っていうのは、すごく人間の体にとっていいことだと思うので、そうです、はい、本当に。あの来ていただいたお客様が発散して、また明日からも頑張ろうという気持ちで、はい、あの来ていただけるお店をしていきたいなと思っております。ぜひとも皆さん、はい、あのこちらにテロップ出ていますので、ママさんが、ひろみママがドラムに合わせてカラオケを歌いますし、またちょっとでも覚えたいなと思ったら1分トレーニングもドラムを教えてくれますので、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。窓辺に咲いたアネモネの白い可憐な花びらが、儚く散ったあの恋をそっと忍ばす春の宵、真実希望アネモネの花の言葉に酔いながら、ずっと我慢の年でした。